ハンガー、ネクストボット G モッド。皆さんはこの顔の人物見たことありますでしょうか？私これないんですけど、サムネにこの顔があったのよ。このすっげえ歪んだ感じの顔が。で、この上げてる投稿者のネクストボット G モッドを俺よく見てるんですよ。もう非常に怖い。この方が上げてる動画本当に怖いんでね。今時刻の2時43分なんですけど、まあ一緒にビビっていきましょう。一緒に叫びましょう。ということで、早速して視聴していこうと思います。いきます。この顔だよね。早くね？ちょっと、おい、死ぬって、お前。うわぁ。これそういうタイプかもしんない。俺過去に見たことあるわ。ありえないぐらいスピード。うわ、ちょっと片足無理だって。やばいじゃないの。どうやばいって。いまいち、挙動かわかんないけど、こいつは普通の挙動じゃない。うわぁ、早いって。無理だろ。これ成功法じゃ無理だ。お前もなんかちょっと対抗する道具かなんか出してくれ。うわぁ！お前。うわぁ！うわぁ！いや。直線スピードじゃ無理なんだよな。こういうタイプな。やばいってな、あと何回叫ぶんだろう、ほんとに。うわぁ！早いな。いや、近い。揺れすぎなんだよな。うわぁ。これなんか空中でなんかワイヤーとか使って逃げないと無理なタイプかもしれんな、これな。落とせる静寂！そしてそれを破るこの、いや、何？うわー入ってきてる！うわー無理だってそれ！うわー速度異常！うわーきつすぎる！うわーあーこれ、心臓が止まるより早く飛んでくるわ、こいつ。いやー、どうすりゃいいんだよ、これ。かっこいい。今んとこなんか、うわー今んとここのスピード感でありえないくらい死んでるんだけど、マジで。もう、5度目くらい？誰？え、何あれ？なんだよ。いや、そこ、判断が早い。え、そっちじゃねえだろ、標的。絶対無害な方じゃん、あれ。何の音やねん。このマップさ、なんかさ、いるんだよね、変に人が。あ、ワイヤー使うんだ、しかも。今更だけど。おー、浮いてくるけど、あれだよね。そうそう、浮いてくる分にはさ、いやー、でも結構危ないか。そう、この、そう、あれなんだよ。浮く分にはな、その、ぴょーんって浮いてるとこは、なんかその、真上にしか飛べない感じっていうのかな。感性が移動できないみたいな、そういう感じだからさ。結構平気なんじゃないか疑惑あるけど。うわー、あいつ、ワープ機能とか持ってんのかな。だから速度が速すぎてちょいちょい貫通してる感あるんだよな。カビをさ、超高速で移動して無理やり突破してる感じある。ワープ機能はないと見てるんだけど、どうなんだろうね。うわー、これ音がしたと思ったらすぐ飛んでくるケースもある。なんか燃えてる。今なんか3階の方燃えてなかった？あ、燃えてる。うわー、なんか、あれ顔変わった今。燃えてるし。あれ？やっぱそう、あれ、なんかちょっと顔違くなかった。色違いじゃねえわ。色は同じや。色は白くや。え、だから、ドア硬くね？さっきから思ったけど！ドア硬いんだよな、さっきからな。ドア強化する必要ねえだろ、そこ。どうせ貫通してくるのにさ。なんでマップの方が、難易度上がってんだろうな、ほんとにな。余韻で引きずってるもんな、このな。心臓止まった時に、おっとー無理だろ、これ。出た。対応できる？いける？おお、なんとかなってる。おお、すごい。わあ、惜しい。いやあ、動き出さなきゃ平気か。うん？よーい。出たよ、マップ移動してきてよ。いや、この距離。何？死ぬぞ。エレベーターね。おお。ああ、来てた、今。あの短期間でも来るんだ。うわぁ、このマップはこのマップで結構な。あのサイケデリックのあのマップよりは全然いいけどね。え、こんなの音聞こえた瞬間、死までない？この狭さだよ。なんとかなんの？いやぁ、早いって。なんとかしよう！うわぁ、とか無理だよな。しょうがないよな。いやぁ、これ厳しい戦いになるな。非常にな。どう回避していくか。おぉ、早い！何その、引っ掛けながら。
フックで引っ掛けながらワープする術みたいな。お、オッケー。これで来たら俺もう無理だよ。飽きてんじゃん。どう対応してんの。死ぬってお前。お邪魔しまーす。あ、なんだ、なんか条件あんのか。おお、終わったー。終わってない、終わってねえ。こいつ生きてる、死んだわ。あれ、なんか俺、なんか2体いるって言った気がするけど、やっぱ1体か。あれ、なんか、顔違ったように見えたんだけどな、さっきのな。気のせいか、単純に。いやー、いや、もう無理ゲー感強いな。シンプルに、うわーい、おい、チーター始めてきたぞ、なんか動きが。あれ、知らないマップ？あ、知ってるマップだ。いやー、これな。チラ見してたぞ。お前チラ見してても可愛くねえからな。お前の顔チラは全く可愛くないからな。本当に。勘弁してくれー！勘弁してくれとしか言いようがないな。いや、一回でも突っかかったら終わりか？いや、音がやかましすぎる。起きた。おーい！おーい！痛そう。シンプルに、呪いというか突撃で殺してね、こいつ。だいたいこういうの呪い系で捕まったら終わりっての多いけど。お前実はパワータイプだな。宙に浮いている。どう？高いところで向くんだかな？あ、すげえ。アンチャーテッドみたいな感じで。高いところ移動している。さあ来たぞ。立ち向かえ。降りんな！降りない方がええって、お前。何やってんだ？あ、なんか赤いところあるけど。ランプ光ってる。いやー、無理だな、もう。いける？巻いてる。こいつワープ使えるから！いやーね、いやー、それきつ。ちょっと過去に見たネクストボットシリーズでも一番死んでいる。圧倒的に、お！え、すげえ！うわー！うわ、一番むごい死に方してる。エレベーター貫通型。エレベーターにしてもボタンを押すスピード迫真すぎて面白かったな、今な。ガチで締めたかったんだろうな。まあ、そりゃそうなるよな。やばいな、でもこいつ、いや、強い。単純に。うまい。おぉ、うまい！うまい、うまい、うまい！うまいけど、どうする？いたちごっこか。なんとかあがいてみろ、おい！あー、直線になった瞬間に奴のドタンドッグラン上でございますね。クロス？でさ、吸血鬼に使うようなやつみたいな。なんだそれは。なに、どうにかなんのこれ。出た！チートアイテム。はじめからそれ使えー！アクア。ウボアですね。うわ、来るんかーい！うるせえ。